YouTube Music は YouTube が開発した音楽ストリーミングサービスである。有料のサービス YouTube Music Premium も提供されており、広告なしでの再生、バックグラウンドでの音声のみの再生、ダウンロードすることによりオフラインでの再生などが可能となる。この有料サービスは YouTube Premium のサービスも利用できる。また、2021年1月1日からは、 Google Play Music にとって変わり、Google の音楽ストリーミングサービスにおいてメインブランドになった。音楽コンテンツの再生や検索に最適化されたサービスとして、2015年11月12日にアメリカ合衆国などで開始し、その後にも各国で開始した。日本では2018年11月14日に YouTube Premium と同時にサービスを開始した。サービスは、 YouTube と同様に基本無料だが無料版は広告動画が挿入される。YouTube Premium の機能である YouTube Music Premium は広告なしでの再生やモバイルアプリにおけるバックグラウンド再生やオフライン再生、プレイリストの作成に対応している。YouTube Music では iCloud Music Library と同様のサービスとしてアップロード機能を提供している。 自分のアカウントにアップロードした曲は YouTube Music Premium を定期購入していなくてもバックグラウンド再生、広告なしの再生、オフライン再生を行うことが可能である。アップロード機能は Google Play Music において音楽ロッカー機能として提供されていたサービスを引き継いだものであるが Google Play Music や iCloud、Music l i b r a r とは異なり、すでにアップロードした曲を 自身の端末において元の形式でダウンロードすることは不可能となっている。2020年5月12日、類似サービスである Google Play Music のほぼ全てのデータや設定を YouTube Music へ転送するツールの提供を開始し、同年内に Google Play Music サービスを終了予定であると発表した。ありがとうございます。